俺様の気を分けてやろう。お前たち、サイヤ人の王子、ベジータだ。4周年第3弾も控えてるということで、今のうちに結晶を集めたいやつも多いだろうし、リクエストめちゃくちゃ多かったからな。タイトルの通り、俺様流、時の結晶の集め方を教えてやろう。今回の動画は、初心者寄りに作ってるから、1年以上やってるよとかっていう選手には無関と思う。そして俺様は、石5万以上貯めてきたが、決してレジェンズガチ勢ではない。PvPとかもたまにしかしない。でもこんだけ貯めることができるぞという証明と、これを見て無課金の奴らに頑張ってほしい。諦めないでほしいキャラをゲットしろ。そしてそれを俺様に報告しろ。ほうれん草大切だからな。早速本題に入っていくんだが、まずは石を集めれる場所を教えて、理解を深めてもらう。その後に優先順位とやるべきことを話していく。まずログインボーナスというものがある。これには石10個ゲット可能なんだが、土日だとチケットとかも来る。俺様は土日やチケットを選択しているが、ガチャ狙いなら石1択だ。まあたかが10個だが、塵も積もれば山となる。これは1日15時に日数が変わるからな。次はデイリーミッションボーナスだ。デイリースタンプラリーで毎日ミッションを制覇すると1日1個スタンプがもらえるわけだ。で、このスタンプを貯めていくと最終的に2週間で時の結晶が1000個もらえるといったわけだ。必ず毎日こなすんだな。このスタンプをもらうためにはデイリーミッションを全てクリアする必要がある。このミッションというとこにあるデイリー。この6個のミッションがデイリーミッションに当たる。まず一番上のボーナスバトルを1回クリアしよう。ここで言うボーナスバトルというのはな、このボーナスバトル、レッドイエロー、全開ボーナスバトルまで、どれでもいいから一つクリアすると、ミッションをクリアできる。冒険に1回出発しよう。冒険に1回出発するんだ。エネルギーを5消費しよう。10消費しよう。これはその名の通り。もうめちゃくちゃ簡単に言うとな、この中のあるやつもどれでもいいんだが、で、ここでスキップチケットでも、純粋に10回挑むでも一緒なんだが、今ので、ボーナスバトルと、エネルギーを5消費しようとエネルギーを10消費しようがミッションクリアになったわけだ。まあ簡単だろう。で、次な、超次元共闘が PVP を1回プレイしよう。超次元共闘がこれと PVP がこれな。で、これに関しては勝っても負けても1回プレイすればミッションクリアになる。で、この5つをクリアすると全てのデイリーミッションをコンプリートしようのミッションが初めてクリアになるわけだ。だからこれを毎日必ず行うことだ。次はストーリーだな。この左下にあるやつな。俺様も全部やっているわけではないんだが、まあ最初チームは何でもいいからとりあえずクリアしていくことに意味がある。初回報酬で10個、ミッション報酬で21個もらえる。さらに Z ミッションでは10個。ちゃんと全部こなせば合計42個の石がもらえるわけだ。さらにこのストーリーを進めていくことによってな、シャロットを強化できたり、シャロットミッション報酬でたくさん石もらえるからな。さらに友情ランクも上げれるからな。これもちょうどいいわけだ。で、初心者の場合はストーリーを進めないと挑戦できないイベントとかもあるからな。確実にストーリーを進めて、いつ何時でもどんなイベントが来ていいように進めておくべきだ。で、次がソウルブーストだ。まずこの右下のキャラクターというとこな。この左下に強化ソウルブーストというものがある。で、このソウルブーストは何ぞやというとな、簡単に言うとキャラクターを強化する場所だ。まあ、ドッカンバトルでいう潜在能力解放だ。で、ソウルっていうアイテムを使うと強化できる。実際にやってやろう。まずこの5点を選択する。もうこの右下の一括解放。ソウルアイテムを使ってソウルブーストすることが可能なわけだ。さあ、これで、まあ、全部で7段階あるんだが、全部 100% 解放したわけだ。一つ一つをブーストパネルと言うんだが、このブーストパネルを200個ソウルブーストすると、Z ミッション報酬で石10個もらえる。ブーストパネルは1段階で60個あるからな。60×7 で420パネル解放。石20個もらえるといったわけだ。で、どこでその報酬をもらえるんだというと、このミッションのイベント、Z ミッションのとこにある。ブーストパネルを丸々個解放しようのとこに石がついてるだろう。だいたいマックスまでやると、ご覧の通り20個はもらえるといったわけだ。まあ、やるキャラの順番は好き好みでいいんだが、俺様の場合は、まあ、強いキャラからやっていった。で、初心者の場合はキャラのソウルブーストを進んでいないことが多いから、初心者だけがもらえる最高の時の結晶のバーゲンセールなわけだ。そのソウルアイテムどこでもらえるかというとな、このイベントというところのな、この強化という場所の、このボーナスバトル、レッド、イエロー、パープル、グリーン、ブルー。ここでソウルブーストに必要なソウルアイテムが手に入る。で、試しにまあやってみるんだが、まあレッドな。で、こう1、2、3、4、5、6、7ってあるからな。まあ、俺様とかの場合は、こうスキップチケットでな、もう一番マックスまでやってしまって、まとめて回収するということをやっている。で、スキップチケットがないよとかいうやつの場合はもう頑張って戦っていくしかない。次は超次元教頭なんだが、超次元教頭は真ん中の1個上だな。1日3回限定報酬でメダルが手に入る。今は期間限定でポイポイカプセルとかも手に入るから、やった方がいい。メダルを集めてどうするんだと言うんだが、集めたメダルってのはこの一番上の交換所だ。ここではメダルやいろんなアイテムと交換できるわけなんだが、とりわけ大切なのはな、メダル1500個で石100個に変えることができるわけだ。上限は3回。ということは、メダル4500個で石300個まで交換が可能なわけだ。まあ、上限があるが、シーズンが変わればリセットされる。だから超次元教頭に1日3回でもいいから、なるべく参加して、メダルを4500個手に入れ、石300個と交換した方がいい。ただ俺様の場合みたいな、所持上限に達していますと出ているだろう。この時の結晶が2万個以上あるユーザーは、メダルを時の結晶と交換することができないわけだ。まあそこは注意点が必要だ。で、ここで先に言うが、初心者は適正キャラがいないのなら、超級に挑まない方がいい。マッチングしなくて時間の無駄になるだろうからな。悔しいが、ここは上級だったり中級あたりを攻めるんだ。で、ここが一番大切なんだが、最初の味方へのカバーと、ライジングラッシュは絶対に2人で合わせろ。最初はドラゴンボール集めながらアーツを消費し、シールドが壊れたら、息を合わせてライジングラッシュを2人同時に発動させれば、秒で倒せて時短にもつながるからな。長級になっていくと本当に大切になるからな。今のうちに覚えておくんだな。で、次はレイドバトルなんだが、ちょうど今時期として来ているからな。簡単に言うと超次元教頭みたいなもんだ。で、これに勝っていくと、レイドメダルとポイントが手に入る。レイドメダル交換で石と交換でき、ポイントを貯めていくと、ポイント報酬でまた石がもらえる。だがここでも超次元教頭と同じように、時の結晶が2万個あるとメダルと交換できないのは一緒だ。難易度は超次元教頭より低いから、よっぽどのキャラじゃないのと、ライジングラッシュを合わせることができれば、すぐに勝つことはできる。で、今はボーナスキャラクターを編成することによって、もらえるレイドメダルがぐーんと上がるからな。まあ、必ずここを見て、適正なキャラを編成してやることが大切だ。で、あと大切なのはフラグメントでな、アニバーサリーレイドメダルのドロップ獲得数をアップできるフラグメントが来ているからな。こういうのも間違いなくつけておくべきだ。次はフラグメント強化について語っていこうと思うんだが、これ右下のキャラクターで、右下に装備フラグメントってあるだろう。フラグメントというのは、キャラの性能をもっとアップさせることができる装備品みたいなもんだ。で、さらにそれを強化していくと、強くなるのもそうなんだが、Z ミッションで石ももらえる。で、試しにやっていくんだが、まあ、一括強化で、まあ、こんな感じで一括で選んでいただき、強化していく。で、今、フラグメントを10回強化しようという形でな。まあ、こんな感じでミッションプランもこなしつつ、で、E か F に関してはやる価値がない。売ってしまって問題ない。で、一括強化でどんどん A ランクを増やしていくわけだ。今出てきたな。フラグメント強化でランク A 以上のフラグメントをみたいに出てきたろ。こうやって A ランクのフラグメントを増やすことによって、Z ミッションで石をもらうことができるわけだ。シルバーフラグメントなら使うソウルアイテム少なくて済むから節約にもなる。まあそこはお好みだ。次は冒険だな。アニバーサリードリンクというのが今は手に入るんだが、そのアニバーサリードリンクをたくさん手に入ると、ミッション報酬で石をゲットすることができるといったわけだ。今は原作再現のこの2つから手に入ることができる。で、こんな感じで、俺様の場合はスキップチケットでまとめて手に入れている。で、この冒険で、お任せでまとめてやってしまっているといった感じだな。で、さっき7と3があったんだが、こまめにやる時間あるなら3でもいいと思うが、個人的には7の方が効率がいいんじゃないかなとは思っている。冒険回数をこなすミッションもあったりするからな。そういう場合はまあ3の方がいいかもしれんな。まあうまくやれる人なら3と7をうまく組み合わせるなど。まあそこはうまい具合にやってもらって構わん。次は友情ランクに話していくんだが、友情ランクは何ぞやというとな、真ん中に友情ランクレベル5って書いてるとこあるな。で、隣にダイヤのマークが10個あると思うんだ。ダイヤが埋まっていくと報酬で石がもらえるわけだ。ランクレベルが1から2までは、こいつが1つ埋まるごとに石が2つもらえるんだ。だからランクレベルが1か2の場合は、ここを10個埋めると20個もらえるわけだ。友情ランクを上げて石をゲットしていきたいやつは、率いいのは、いろんなキャラで1から2まで上げることを繰り返すのが一番効率いいわけだ。で、友情ランク上げるのに一番効率いいところは、この強化のオラとイッチやってみっかだ。これが一番友情ランクが上がる。で、今で言うとこの超バトルもそうだな。この超バトルでサタンと挑むんだが、まあ2個か3個ぐらいダイヤが埋まるからな。ここも効率よく上げることができる。で、一応ストーリーでも上げやすい場所っていうものがあってな。6部1章8話、超えるべき試練。このスーパーサイジン3のカカラットなんだが、まあ、こいつを倒すことでも友情ランク、他のとこに比べれば上げやすいといったわけだ。こういう風に地道に友情ランクを上げていって、石を稼いでいくっていうのも大切になるわけだ。次は力の大会なんだ、こう右下な。で、力の大会というのはな、2週間に1回のシーズンごとにミッション報酬、シーズン報酬、またランキング報酬をもらえるといったイベントなわけだ。ちょうど今シーズン報酬が確定したんだが、これで石100個俺様もらえたわけだ。で、まずはシーズン順位。ここまでのランクまで行けば石が100個もらえると。ランキング報酬。マックスまで行けば石1000個もらえる。今俺様がいる Z リーグで言えば、まあ一番頑張れなかったやつに関しても石500個もらえるわけだ。まあリーグによって石の数は違うんだが、まあ大体これぐらいもらえる。力の大会の攻略に関しては、概要欄に URL 貼っとくから、それを参考にするんだな。次は PvP だ。で、PvP に関して言えばランキング報酬で石をもらうことができる。まあ一番下でも200個といったわけだ。で、この RP というのはまあポイントだ。まあバトルした時のポイントみたいなもんだ。だからまあ挑戦すれば200個は最低でももらえるといったわけだ。PVP にもミッション報酬が存在している。今で言うとこの決めようぜ4周年最強を。で、このミッション報酬で最高で石が300個もらえる。ただ PVP は俺様そんな得意じゃないからな。まあ戦い方は公式のやつを概要欄に貼っといてやろう。まああとはどうしても時間が余ったぞというやつ。まあ今来ているこのマジンベジータの俺様とかな、おすすめ欄に載っているイベントをこなしていくっていうのがおすすめだ。まあイベントさんというのはこう期間限定で手に入るからな。あまりキャラ持ってない初心者からするとだいぶ強いキャラにもなっているからな。間違いなくゲットすることが大切だ。で、次は優先順位について話していこう。俺様が思う優先順位なんだが、まずはログインボーナス、デイリーミッションボーナス、超次元共闘、レイドバトルでおすすめに来てるもの、1日しか挑戦できないようなレアなやつな、究極激戦とか。で、次に入ってくるのがソウルブースト。その次にストーリー。まあ、ソウルブーストとストーリーに関しては、まあ、進め具合によっては前後してもいいと思うな。全くストーリーをやっていないんであれば、ストーリーを進めた方がいい。まあ、ここら辺はほんと進み具合によってくるな。で、次に力の大会。で、その次に PVP。フラグメント強化。友情ランク。まあ、おすすめに来てるやつ。まあ、原作再現っていう感じだな。流石を貯めるということで考えるんであれば、フラグメント強化から下の方、そんなに急いでやる必要はないかなという印象だな。これで以上だ。まあ今回はあくまで石を集めることメインで話をした。イベントさんもゲットした方がいいという声もあると思うが、時間があるなら今来ている限定のイベントさんだけでもゲットした方がいい。特にマジンベジータ様とかな。最後に繰り返しになるが、本当にお前たちには欲しいキャラをゲットしてほしい。確かに石集める手段がかなり限られているし、無課金で手に入れるには、まあ、最終的には厳しいだろうなという印象もある。だが、諦めないで石を集めて、最後には全員で笑っていたいなと思う。この動画がお前たちの助けになれば、王子冥利に尽きる。それじゃあ4周年、最後まで楽しもうな。お前たちのガチャンを祈っているぞ。それじゃあ、最後にこの俺様の気を開けてやろう。当てろよ、お前たち。